皆様お元気でしょうか。エルシアンでございます。今回はね、昨日ですね、ピータンを買ってきたのでね、ピータンをね、ただ食べるだけの動画です。で、ピータンというのはやっぱりなんか臭いとかイメージがありますが、私はね実は食べたことがありまして、私は結構好きなんですよ。で、それをね、どんなのかというのをちょっと動画でしようかと思います。で、こちらの方はちょっと個人情報なので隠させていただきました。で、早速ね、開けたいと思います。はい、本当はね、これ閉じてたんだけどね、こうね、これ結構ね、硬くてね、開けるのに結構時間かかりましたのでね、ここはちょっと省させていただきました。で、こんな風になっておりまして、で、これアヒルの卵ですね。それを早速ね、これを食べていきたいと思います。それではいきます。はい、殻を剥きました。でね、結構ね、見てください、これね、ちょっとね、剥き方下手なんだけどね、どす黒くて、ちょっとこれゼラチン状なんですよ。プル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 してて、で、皮を袋剥いたらこんな感じです。これ殻を剥く前の時はちょっとね、鶏の卵よりもね、結構硬いです。まあ、まあ、でも結構ね、力強い方なんだけどね、それでもこうやって割れません。で、ね、これもね、早速ね、食べてみたいと思います。で、どんな味なのか、はい、いきます。はい、いきます。思っていたほどね、臭くないです。ただね、これは人によってはね、黄身の周りが臭いからダメだっていう人もいるかもしれません。ですがね、私は結構平気ですね、これ、うん、それどころかね、ちょっと濃厚なクリーミーな味がしてね、結構私は好きですね、これ、うんうん、で、皆様もね、ですね、このピータンをね、一応ね、食べてみてはいかがでしょうか。まあ、これはね、はっきり言って、さっきほど言いましたけど、好き嫌いがはっきり言って分かれます。ね。もしね、勇気のある方やね、もう私みたいにね、最初からピータンが好きだっていう方がいたらね、これをね、購入してはいかがでしょうか。ね。今日はね、ピータンを食べるただの動画です。本当にね、それでも来ていただき、ごめん、ね、ありがとうございます。それでは失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではありがとうございました。